こんばんは。皆さんお元気ですか？こんばんは。嬉しい、ありがとうございます。お疲れーションですよ皆さんこんばんは。あ、沼ちゃんから来ました。あ、そう、沼ちゃん今日お誕生日で、なんかさっき連絡していて、あのショールーム温めとくねって言ってくれて、すごい嬉しかったですありがとうございます、来てくださって。はい、お、あきぽから来ました、ありがとうございます。78、今日のお洋服は78ですはい、それではタイトル発表します。桜坂46ハブミズホファーストフォトブックデストネーション発売記念スペシャル、わーイエーイ皆さんこんばんは、桜坂46のハブミズホです。はい、コメントも流れております。イエーイ、たくさん皆さん来てくださって、お、1万人、お、嬉しい、ありがとうございます。イエーイ、こんばんは、こんばんは。あ、そっか、嬉しいです。皆さん木曜日ですね、お仕事、学校、これからお仕事の方もいらっしゃるかな、お疲れ様です、頑張ってください。はい、じゃあ番組の説明に参りたいと思います。この番組は私、桜坂46ハブミズホのファーストフォトブックデストネーションが11月7日に発売されることを記念して配信することになりました。フォトブックのお話をいろいろしていけたらいいなと思っているので、最後までお付き合いお願いいたしますはい、まずはですね、この番組の感想をツイッターで投稿する用のハッシュタグを決めたいと思っているんですけど、目指せトレンド入りということで、皆さん何かありますか？何かあるかな？バイバイネーションそう、ちょっとあのディストネーションっていうタイトルにかけて実はあの考えてきました、こちらですハッシュタグハブデストネーションに決まりましたので、皆さんこちらをあの公式 X でつぶやいていただけますかあるんかーい実は決まってましたなんかデスで終わるやつを、あ、ちょっと今指摘いただきまして、デスティネーションです、デストネーションではなくデスティネーションです、皆さんお気をつけください。はい、目指せトレンド入りということで、公式 X でこちらのハッシュタグをつぶやいて盛り上げてくださると助かりますデスティネーションでした。はい、ですかね、覚えました。はい、それではですね、今回はこのショールームをご覧の皆様に、サプライズプレゼントをご用意いたしました。はい、なんとですね、画面のカートボタンを押してショップルームにてフォトブックを予約していただくと、特典として、サインとコメント付き限定ポスターを漏れなくプレゼントしちゃいます。わー、すごい大きいですねこちら10時までご応募してるんですけど、できればこの一緒にいる時間にカートボタンをポチッとなしていただけたら嬉しいですはい、あのですね、こちらは今回の配信のみですので、お早めにチェックお願いいたします。ポチッとなポチッとなだよ、ポチッとな。はい、嬉しい、ありがとうございます。サイズはそのまま、サイズはちょっと
ちょっと待ちくださいね。 B さん、 B さんサイズなので同じか、同じかな。で、サインとコメントも付けさせていただくので、まあコメントはこれから付けるんですけど、ちょっとお楽しみに待っていただけたら嬉しいなと。ハブ営業じゃん。ハブ、はい、もう営業、はい、です。ぜひぜひこの機会にね、チェックしていただけたら嬉しいですね。このお写真は本当にお気に入りで、あの古民家で撮影させていただいた写真 で、私90年代のお洋服がすごく好きで、97年生まれなのでなので、そのお洋服を入れていただきたいということで、あの今回大好きな古民家、そして大好きな90年代の衣装、そしてまあ大好きなおばあちゃん家にいる風ハブちゃんみたいな感じで撮らせていただきました。いかがですか？はい、ぜひ皆さんのぜひ皆さんの皆さんの民家にも一台とも言わず、こうまあ敷き詰められるぐらい飾っていただけたらいいデストネーションです。はいはい、ご確認していただけましたでしょうか。はい、それではね、あのフォトブックのについてのトークをこれからしていきたいと思います。皆さん、発売まであと26日ですって。やばい、ドキドキしてるんですが、表紙見ていただけましたか。こちら、じゃーん、まず通常版が、これか、こちら、黄昏ハブちゃんこちらです、通常版。本当は迷ってたんですよね。あの裏話なんですけど、こちらの楽天ブックス限定カバー、こちらの2つでどっちを通常版にするかすごい迷っていまして、でなんかこっちもいいね、こっちもいいねってね、あの迷ってたんですよだけどなんかこの通常版こっちになったんですけど、この写真はすごいなんか思い出が、まあどの写真もあるんですけど、あのファーストカットなんですよ。このフォトブックを撮影したファーストカットになっていて、なんかすごくこれから始まるワクワク感だったり、まあ読んでいただける方になんか何ですかね、スタートダッシュをなんかこう込めるにはぴったりかなと思ったので、そのファーストカットを通常版に今回選ばせていただきました。そしてなんかその表情に近いなと思ったので、この表情にしてます。なんか目線がこうやって合ってないのもすごい新鮮で、なんか今までにないんじゃないかなと思うので、こちらにしました。もう本当に店舗にこれからあの並ばせていただくのがすごい楽しみです。こちらと、あとはアットロッピー HMV 限定カバー版はこちらです。じゃん、こちらはちょっとレディーな姿が見られるんじゃないかなと思ってます。こちらと、あとはこれですね、紀ノ国屋書店さんの限定カバー版こちらです。なんかこの4種類なんかどれもすごく違って、みんな違ってみんないいみたいな感じなんじゃないかな。だからちょっといかがです、あちょっと全部見せたい、全員見せたいんですけどかぶっちゃいますね。こんな感じで、はい。でこのアットロッピーさん限定のこちらですね、こちらはすごくあのしびれ湖で、あの湖しびれ湖に
入らせていただいたんですけど、もう痺れるくらい感動 しまして、本当にちょっと寒いよって、冷たいかもって皆さんが教えてくださってたんですけど、でもなんか全然冷たくなく、まあ皆さんがすごく暖かかったのでなんか暖かくちびれっこにで撮影させていただきました。すごい思い出の一枚です。ふむふむいかがでしょう。はい、ということで、表紙の、お説明はこちらです。そして特典として今回ステッカーも作らせていただきました。なんとステッカーは今到着したばかりでサービスでお見せしたいと思います。ちょっとまだ見てないよ多分みんなね。じゃあまず4パターンあるんですけど、まず1つ目からこちらドン、こちらです。まず1つ目こちら、なんかいろいろオフショットだったり、デニム、大好きなデニム、これ本当にお家にあるデニムなんですけど、とかなんか一番好きな桜坂の衣装だったりとか、そういう思い出のあるステッカーをいっぱい詰め込んでいただきました。そして2つ目はこちら、ちょっとあんまりねこうネタバレすぎてしまってもと思うので、ちょっとチラ見にします。こちら3枚目、こちら4枚目はこちらです。4パターンあります。4パターンあるので、こちらランダムに1冊に1つついてくるということで、全部で 6×4 で24種類あるので、たくさん集めて、たくさんなんかいろんなところに貼ったりとか、なんかサイズとかもすごいこだわって、スマートフォンとかにも入るようなサイズにもしたので、いろいろ使いやすいサイズになっていると思うので、ぜひぜひたくさん集めてくださると嬉しいなと思ってます。はい、24種類マジですそう、ハブの女ステッカーずっと作りたくて、こうハブの皆さんにハブの女になってほしいなと思って作りました。お気に入りはそうですね、どれもお気に入りなんですけど、どうしようかな迷っちゃう、どうしよう。でもやっぱりこれかな、ハブの女ステッカーかな。ハブの女ステッカーすごいお気に入りなんでなんか私は餃子っていうカンペをいただきました。あ、そう、餃子のステッカーもあるんですよ。まあそれがなんで餃子なのって言うと、その説明はそのフォトブックにね、このステッカー一つ一つのエピソードもたくさん書かせていただいて、ステッカーの取説もたくさん載せていただいたので、そちらで答え合わせしていただけたら嬉しいなと思います。いっぱい作りました。はい、そしてこちらですね、ポストカードもいっぱい作らせていただきました。皆さん、ハブの女7人大集合ということで、どの女がお気に入りでした？皆さん、ちょっと女がいっぱい、こういうね、お手すぎカノンさんとかいろいろいらっしゃるんですけど、よりみちいさん、よりみちいさんね、これか、これだ。よりみちいさんはこちら、ちいちゃん好き？うん、嬉しがってるよ。はい、私もよりみちいさん好きで、結構寄り道しちゃうところおっちょこちょいで可愛いなって思ってます、いつも。だこれもなんでハブの女に7人にしたのっていう、多分気になってる方いらっしゃると思うので、ご説明すると、自分の今回こうスタイリングした、自分の私服を使ってスタイリングしたページも作りたいということで、なんかどういう風にそれを記載しようかなっていうのをご相談した時に、やっぱりこう今まで8年間で生まれたハブ語録とか
あとは、まあ、ハブの女とかもこうこの8年を通して生まれた言葉だと思ったので、その、スタイリングした衣装をハブの女にこう着せたっていうシチュエーションをちょっと考えてみました。はい、そうなんです、ハブ節だね。そう、ハブ節です。ハブ節、着せ替えハブちゃん。そう、なんかこれもすごく、なんかこの人はよりみちぃさんかなとか、こうスタイリングしたものを見て何々さんっぽいなみたい なんかそういう全てを一から作らせていただいたので、すごくいいんじゃないかな、私らしく仕上がってるんじゃないかなと思います。はい、どの女が好きでした？私は本当にハブの女が好きだけどねどのキャラが一番自分に近いですか？自分に近いのはドントリコイさん、ドントリコイさんが私に一番近いなと思って、こちらです。ドントリコイこちらドントリコイさんなんですけど、すごい包容力があって、どんなことでもこう優しく受け止めてくれる強い女なんですけどなんか普段の私服の感じもドントリコイさんが一番近いなって思うので、そう、一番自分に近いのではと思います、この女性が。はい、ドントコイと私もみんなのことを受け止めるので似てるねということで、こちらの女性を選ばせていただきました。はい、かっこいい。ハーブさんいますか？ハーブさんはちょっとそうですね、どっか地方に行ってらっしゃいますまたちょっとお出迎えさせたいですね、ハーブさんも。10冊買いました？はい、ありがとうございます。はい、ポストカードはネット書店3店舗、そしてデュアル書店8店舗の全11種類あるので、詳しくはね、また公式 X を通してご確認していただけたら嬉しいなと思います。はい、ハーブさんは出張中ですはい、ハブニャリさん、でもハブニャリさん今回両親からもお言葉をいただいて登場しております。ハブニャリさん、私もまだ見てないんですよ、実はコメント。なので皆さんと一緒に、発売と同時に私も楽しみに待ってようかなと思ってます。はい、ハーブさんも忙しいなそうですね、ハーブさんも忙しいみたいです、出張が多いみたいで。はい、それぞれこのポストカードには裏面にメッセージを書かせていただくので、そちらもね、一つ一つ違うメッセージを書きましたので、楽しみに待っていただけたらと思います。なんか全部集めてほしいななんてね。はいはい、そしてそう、メンバー全員からのメッセージもいただいて、本当になんかすごい感動してます。まだこのみんなのメッセージ見れてなくて、実はなので、すごい私自身も楽しみな一冊だなと本当に思うので、一緒に楽しみに待ってましょうね。はい、泣いちゃう泣くな泣くな泣くな。おお、熱い熱いね、確かに泣くやつだ。すごいなんかやっぱり盛りだくさんですよね、結構一つの雑誌を読んでるかのようなワクワク感っていうのは作りたくて、なんか今までにないような、なんか新しいこう私らしい一冊に今回させていただいたので、楽しみに待っていただけたら嬉しいです。はい、もう結構そうですね、ステッカーもついてますし、いろんなカバンの中身とかもご紹介してるので、今回
あと100問100答を入れたんですよ。だけどちょっといっぱいもっといっぱい答えたいよねって話していて118にしました今回何の118って思うかもしれないですけど、あの100問をちょっと超えちゃいました。はい、気になりますか？その118の質問の中にもこうプライベートで使っている香水だったりとか、あとは何だろう、好きな音楽だったり、あと一番ちょっと恥ずかしいなと思うのが、あのお部屋の中身紹介みたいなこうお気に入りのクローゼットの、あのところがすごい自分のお家の中でお気に入りなんですけど、そのクローゼットの写真を撮らせていただきました。今回初公開です。マジっすか？いや本当恥ずかしいんだよ、恥ずかしいけどちょっとね、皆さんにもあの知っていただきたいなと思って、せっかくなので、はい、いろいろ初公開のものをいっぱいあの締め込ませていただきました。あとはなんかいつも使ってるコスメだったりとか、なんかメンバーの一番好きなメンバーの歌声のメンバーみたいなみんな可愛い声してて、みんな好きな歌声なんですけど、特にこの子の歌が好きとか、あと踊りダンスとかもですよね、この子の踊りが好きとか、なんかそういうメンバーのこともいろいろ書かせていただきました今回、はい、なんか集めているものとか、まあ118通りあるのでそりゃ飽きずに見ていただけるんじゃないかなと思います楽しみだな。何？ハブちゃんの歌声も、おお表紙もう一回、もう一周見せて、皆さんのお気に入り教えてください。ちょっとそのまま読んじゃった、はい表紙もう一回見せてとオーダーがありましたので見せちゃおう。はい、こちらまずアットロッピー HMV 限定カバー版、こちらちょっとね、大人ハブちゃんです。はい、そして紀ノ国屋書店限定カバー、こちらすごいね、なんかナチュラルでヘルシーな感じになってます。大人っぽいですよねこれ、すごいね。あの裏表紙も楽しみに待っていただけたら嬉しいです。今回裏表紙と表の表紙のバランスもいろいろ考えて、あの自らこうこれがいいんじゃないかということを選ばせていただいたので、楽しみにしててください。そして楽天ブックスさん限定カバーはこちらです。こちら青の、まあ、こう見てもいいし、こう見てもいいですよね。で、こう見てもいいですよね。で、こう見てもこう、まあ、ドライブ、こういう感じで、一緒にこう運転みたいな、どこへでも一緒に連れてってあげてください。はい、そしてこちら、通常版はこちらです。こうして、私がこっち向くと、目が合ってるみたいな。どう？絶対今スクショしてるでしょみんな恥ずかしい。皆さんはどの表紙が好きですか？回しても楽しめる、その通り迷うね、何を見てるの君のことだよ、恥ずかしい、全部素敵、選べない、縮小バレた、バレバレ、はい紀ノ国屋書店さんのが好き、これか。でもほんとなんかちょっと別人みたいじゃない？この方、私ちょっと全部持てない、手が足りない、はい、なんか全部5種類違う顔してません？はいなんてねメンバーはどの表紙が好きと言ってますかという質問をいただきました。メンバーは、あ、そうだ、ほのちゃんがね、田村ほのちゃんがこのハブさんめっちゃ好きですって言ってくれました。
楽天ブックスさんの限定カバーのやつ、これこれ好きって言ってくれました。私もこれお気に入りです。これはこれ内緒って言ったじゃないですか泣いてませんよ、泣いてますけど。はい、ということで、あとねレナーがねこれ好きって言ってくれたの、アットロッピー HMV 限定カバーのこちら、確かレナー好きそうだよね、レナーが好きって言ってくれました。これなんかみんな一つ一つ褒めてくれてすごい嬉しいです。どの良さもあって、私もこれ、これも好きです。これも結構ね大人っぽくて、あのクラッシーの編集部の皆さんこちらすごいご利用ししてくださいました嬉しいはい、全部好き？嬉しい。私も全部好きだな。そのあのこのデストネーションっていう、デスティネーションっていう、 うわデスティネーションっていう、デスティネーションっていうこのロゴの位置も私が実はセレクトさせていただいて、これを黒文字にするかどうかとか、あとはこっちにこう横書きみたいな感じにするかどうかとか、全体的なバランスを見て全部決めさせていただいたので、そこにもなんかチェックしていただきたいなと思います。結構いろいろあのやっぱり作る、あの作っていただくのであれば、なんか一から全なんですかね、最初から最後までなんか手を抜きたくなかったというか、ちゃんと自分もこうこのフォトブックに携わりたいなと思ったので、今回はいろいろもう私もたくさん意見をあの伝えさせていただいて、あの夢を叶えていただいたという感じです。こだわりがすごい、はい、ハブの割にこだわりはすごいんですよ。素晴らしいそうで、あ、そうだ、もう一個伝え忘れてたんですけど、サイズがB4 かな、 B5?B4 サイズ、 B4 サイズ、あ、あ、ノー A4 サイズちょっとね A4 って言ってくださいよ。 A4 です、 A4 で、普通の A4 サイズじゃないんですよね。ちょっと縦長になってます。あの私身長あるじゃないですか、で結構縦長に 見られがちなので、縦長の A4 サイズにしていただきました。 A4 整数、 A4 縦長です、 A4 ってことです。なのでこうあまりないサイズなんじゃないかなって思いますし、素材とかもこの光沢のある感じがいいか、それともマットがいいのかっていうのとかも全部決めさせていただきまして、こう何ですかね、表紙はクリアなこのツルツルタイプにしまして、こう何ですかね、自分のお気に入りのページとか、自分のこう何ですかね、自分内側の面が書いてあるページはちょっとマットにしていただいたりとか、なんかちょっと遊び心のある、なんか読んでて飽きないような一冊にできたんじゃないかなと思います。はい大きめだね、そう大きめにしていただきました。身長大きいんで、はい、すごっ。澤部さんに見せた？まだ澤部さんにはお見せできてないんですよ。そうなんです、千田さん、澤部さんに早くお見せしたいし、あのラジオのねごちゃ天メンバーにも早く見せたいです。皆さんおめでとうって言ってくださって本当に嬉しい。はい、そうマットと光沢のねこだわりもたくさんあの言わせていただきましたはい、そしてですね、11月の7日からパネル展も開催されました。あの開催が決定されました。東京、紀伊国屋書店、あと HMV 渋谷、東京、名古屋、大阪
でパネル展を開催することが決定いたしました。わー、11月7日から、発売日ですね、はい、発売日当日からその東京、名古屋、大阪でパネル展を開催することが決定したので、ぜひぜひ皆さんお写真たくさん撮って、たくさんこうね、こう一緒にこうデストネーションを盛り上げてくださると嬉しいなと思っております。はい、全部行きたいよ、来てほしいよ、行けないの、はい、もう行きます。嬉しい、早く皆さんに見ていただきたいなって、私もワクワクしていて、なんかすごい、そう、撮影も本当に楽しくて、なんか何ですかね、ちょうど誕生日月、7月に撮影してたんですけど、7月7日誕生日じゃないですか。その時になんかスタッフの皆様がなんかごそごそなんかしてたんですよごそごそ撮影中ね、メイク直していただいてる間にごそごそガサゴソしてて、なんかしてんなと思ってちらっと見ちゃったんです、私が。そしたらケーキを机の上にね用意してくださって、でこう、こうみんなでこう静かに静かにっていうのとかも見てて、でなんか、あ、そのシャッター音とか、その動画が回るピポンっていう音とか鳴ったりとかして、あ、絶対これサプライズじゃんと思ってちょっとねカンニングしてしまったっていうのエピソードもあるんですけど、あのお寿司のね大きなケーキをいただいて、すごい嬉しかったですバレバレですよあれはもうバレバレのサプライズをしていただきました。はい、確かあの公式 X でもねその動画も上がっているので、ぜひチェックしてみてください。あのハブアンダーバーファーストで公式 X しているので、ぜひぜひ。はい、パネル書店で、パネル店の書店で特典がつくので、はい、ぜひぜひ。限定ポスターと、限定ポスター折り込みなし、ん？ HN ちょっと待ってちょっとちょっと待ってちょっと感づきました、今のですいません。そう、あのパネル展で特典のポスターがつきます。 HMV 渋谷は B さんポスターがつきますごめんね。で、折り目なしです。折り目なしの B さんポスターがつくのでちょっと字が見えづらくてその他、読む書店はポストカードもつくので、ぜひぜひこちらね、また詳細はちゃんとアップしますので、公式 X をとりあえずちょっとご確認くださいすいません、ちょっとまとまらずはい、そしてポスターの特典の告知に行きますこちらですね、改めまして、今回この配信をご覧くださってる皆さん、そして10時までやっておりますこのショッピングのカートボタンを押してショップルームにてフォトブックを予約していただくと、特典としてサインとコメント付き限定ポスター、こちらですね、まれなくプレゼントします。この絵柄の特典は今日限定ですので、10時までです。ご確認してくださると嬉しいです。ありがとうございます。告知できた。はい。それでは次のコーナー、質問コーナーに参りたいと思います。はい。やったやった。みんなの質問早く答えたいんだ。なんか、フォトブックに関することで、なんかこれ教えてとか、いろいろ質問があったら、答えさせていただきたいなと、はい、思うんですがなんか皆さんありますか？教えてハブ先生、あ、そうだ、教えてハブ先生、皆さんたくさんありがとうございます。投稿してくださって、あの全部確認させていただいて、あの、はい、今日ね撮らせていただきました。教えてハブ先生、ちょっと教えたのでちょっと上からちょっとはい、先生してきたので
ぜひあのアップ楽しみにしていただけたら嬉しいです。すごいたくさん質問してくださって嬉しかった。はい、何かあるかな。あ、フォトブック発表になって周囲の反響はということで、周囲の反響は本当になんかもうファンの皆さんがこの間ミート&グリートであのフォトブックおめでとうって言ってくれて本当に嬉しかったし、なんか今までのミーグリとかでも結構ファンの皆さんがあのハウちゃん写真集やんないのみたいな、なんかハウちゃんフォトブックか写真集やってよってずっと言ってくれてて、でやりたいなやりたいなってずっと思って、私も夢だったし、なんかこうまあ卒業というまあ節目になるんですが、このね8年間の感謝の気持ちをこうやって形にすることができたのもすごく嬉しかったし、まあこれからのねまあ過去と未来をつなぐ一冊になればいいなという思いを込めて今回作らせていただいたので、本当になんかずっと愛される一冊になれば、はい、いいなと思っております。すごいみんな喜んでくれて嬉しかったです。両親も喜んでました。あと皆さんのおかげです、ありがとうございます。泣きそう、泣くな、まだまだまだ思い出作るんだ。等身大ポスター、等身大ポスターをね、え、作りますか。作っちゃおうかな、等身大ポスター作りたいですね。でも171センチなんで。え、すごいすごいですよ、多分すごい等身大大ポスター、大が何個つくんだろうってぐらい大きくなっちゃうと思いますけど、でも作りたいですね。作ったらいいよね、みんなで。はいはい、等身大抱き枕、あっ抱かれちゃうの。はい、はあ、等身、やっぱみんな等身大欲しいって言ってます。検討お願いします。こういうポーズいただきました。こういうポーズいただきました。はい、あ、デスティネーションはどういう意味ですか。あ、皆さんデスティネーションどういう意味でしょうか。チッチッチッ、その答えは行き先という意味です。行き先ですね。やっぱりこう私が皆さんを、この今後もこの先もこう素敵な行き先に導いてあげたいということで、こう何ですかね、過去と未来をつなぐこの時期にこう発売させていただく一冊にぴったりな、タイトルになってるんじゃないかなと思って、この言葉を選ばせていただきました。本当に素敵な名前をいただいて嬉しいです。素敵なタイトル。はい、嬉しいです。あの帯留めも私一足先にね、あのチェックさせていただいて、まだ公開されてないの内緒なんですけど、すっごい感動しました。本当に秋元先生感謝です。めちゃめちゃ感動しちゃいました。楽しみに待っていただけたら嬉しいです。パネル展、これ見せていいですか。見てこれ、見てこれ。ちょっと私がちゃんと言えないのがあれなんですけど、こんな感じです。パネル展はどこ。ここです。ん、これ東京紀伊国屋書店新宿本店点々 HMV 渋谷。でもむずいよねこれ、伝えるのむずいのよ。ありがとうございます、わざわざ書いてくださって。そう、情報たくさん。はい、すいません、カンペなんですけど、こちらね、ぜひぜひ。いいですか、文字渋滞しすぎ。言われてますよ。そうね、もうちょっと空いてる時間が良かったですね。なんか高速道、なんか渋滞してる高速道路並みに混んでますよね。夕方の高速道路って感じ。ラッシュの高速道路でした。あ、スクショした、ありがとう。あ、公式 X で確認するねだって。はい、
めっちゃこういうことでした、すいません。はい、そうですね、質問コーナー続いてますが、皆さん何かありますかね、他にも。何言ってるの。はい、うーん、なんだろう、スタッフさんと仲良きですね。本当に仲良しです。本当に仲良しです。なんか本当そういう空気感を作ってくださって、なんか素の表情で撮れたことに感謝です。フォトブックは何点ですか、この得点よりは上かな、全然。もうでもほんとハーブだからハーブ、820点そう、82点だと違うと思ったかな。820点、ハブの82です。820点です。100点満点だよ。はい、今日のファッションのポイントは、今日は大好きな古着を着てコーディネートさせていただきました。はい、こういう感じでちょっと秋らしいね。ちょっとじゃあこういう感じ、じゃーん。デニムもこうちょっとダボっとしたワイドデニムにして、はい、秋らしい装いになってます。こうレイヤードすることでちょっと今のね、秋っぽさを感じることができるのかなと思うので、いろいろこう夏物に重ねても可愛いし、いろいろ皆さん真似してみてください。こういう感じでした。恥ずかしい。ちょちょ切れるかと思って。よかったですね、カメラマンさんが。はい、調整してくださいました。はいはい、改めましてこちら特典は、本日の特典ポスターはこちらです。古民家まったりハブちゃん。ということで、まあそうですね、皆さんたくさんポスター集めてくださると嬉しいので、はい、ぜひぜひチェックしてみてください。ショッピングのカートボタンを押して、ご応募いただきます。はい、ポスターと添い寝したい。そう、添い寝もありだと思いますし、玄関にとかに置いたりして、ちょっと行ってらっしゃいみたいな感じで声をかけていただいても、ちゃんと、はい、ちゃんとお出迎えしますので、いろんなところ場所に飾っていただけたら嬉しいなと思ってます。天井に、あ、いいね、こういうことでしょ、最高じゃん。こう、あ、こうやって、はっ、朝だ、おはようってことですよね、最高ですよ。緊張して寝れないね。確かに寝れないかも。どうします、こう起きたら、いやー、はいはい、それではスクショタイムに参りたいと思います。皆さんどういうポーズがいいかな。どうしよう、ちょっとなんか、うん、こういう感じ、どうしようかな、私もじゃあ真似しようかな、この子の。こう、こっち、こう、こうしよう。はい、スクショパシャパシャ、あ、ちゃんと撮ってくださいね。同じ表情してほしい。いい感じ？撮れた？撮った？よし！よーし！ディスティネーションポーズなんだろう？考えてなかったです。どうしよう。でも、またね、ちょっとゆっくり考えさせてください。ディスティネーションポーズ。ちょっと、真剣に考えます、そちら。また動画とかもね、あげたいと思います。ポーズ決まったよって。
はい、D のポーズ、あ、D のポーズもいいですね。ちょっと考えたいと思います。ありがとうございます、素敵なご意見。はい、ということでですね、今回はこちらのね、特典ポスターカードをついてくるという話と、あとは発売まであと26日ということで、はい、もうもうすぐですよ皆さん。もう10月もね、12日ということで、あっちゅう間ですよ、あっちゅう間なんですけど、また皆さんと素敵な、皆さんのことを素敵なディスティネーションに皆さんのことを連れていけるように、これからたくさん、フォトブックを盛り上げていきたいと思います。そして楽しみに待ってくださると嬉しいです。はい、あっという間でしたね、本当にありがとうございました。はい、それでは22時までね、今回のこのポスターの、はい、購入は可能ですので、こちらね、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、どう、なんか前回のショールームより成長してないえ、成長してるよね、どうですか。あ、そうだ、こちら、その成長したよってちゃんと今日のね、私の感想をこちらのハッシュタグサブデスティネーションを添えて、ちょっと皆さん、あのね、投稿してくださると嬉しいですね、してますよね。そうなんで、あの、私もチェックするんで、ぜひはい、お願いいたします。皆さん、こちらに感想をよろしくお願いします。2メートルくらいに成長してる、おぉはい、ということでエンディング、本当に本日はね、あの、たくさんご覧いただきありがとうございました。11月7日発売ですので、ぜひぜひタブミズホファーストフォトブックディスティネーションを楽しみにしていてください。ぜひお待ちくださいまたね、おやすみネーションさよなら。